レネギスだが、王と巫女は最初の軌道だけいればよかったのだろうか。金領の奥が崩壊したり、レナス・アルマが持ち去られても機能しているってことはそうなんだろうな。勝手に役割を負わせた挙句、勝手にお役目ごめんかよ。人を何だと思ってやがる。そもそもヘルガイム・キルがこちらを人とみなしていたかさえ分かったものではない。レネギスの人たち無事だといいけど。いざとなればレネギスには大量の星船だってある。いきなり丸ごと爆発するようなことでもない限り大丈夫よ。爆発って、おい。いずれにせよ、我々に何かできることがあるとすれば、それはレネギスではなくレナにおいてだろう。うん。回答を求める。その前に尋ねたい。世界そのものと言ってもいいような存在に、俺たちだけでどうやって挑めばいい？やらせようとするからには何か手立てがあるんじゃないのか？精霊は巨大だが、その意志は全体で形作られるわけではない。力が最も集中している中核が意志を生んでおり、それが全体を支えているのである。したがって、この核を崩せば、精霊といえど意志を保てず、単なる精霊力に変えるはずである。どうやってその核とやらを崩せばいいんだ？レナス・アルマを用いるのである。加えて、王と巫女、お前たちは、我々の手になる最も優れた精霊力制御装置である。その力で、精霊の意志の核を巫女の肉体に封じ、王がレナス・アルマの力でこれを破壊するのである。シオンに精霊を？ねえ、それってシオンが前に言ってた。ああ、自分ごとイバラを滅ぼすためのやり方だ。図らずもシオンの考えは正しかったのか。計算によれば、双方の力の衝突で生じる破壊力は、精霊の核を最終号困難な範囲に拡散させるに十分である。それで精霊を倒せたとして、巫女はどうなる？範囲内の物質は全て消滅が避けられない。消滅？これは実行し得る手段のうちで最も単純であり、故に最も確実な方法である。他の方法は？最善の方法が明らかなとき、他の手段の検討は無意味である。そうじゃない。俺はシオンを救うと約束した。彼女を犠牲にせずに世界を守ると誓った。その方法を求めてここまで戦ってきたんだ。他の方法があるなら教えてくれ。最小の損失で世界の存続が得られる手段の放棄は不合理である。お前たちは実行する必要がある。なぜなら、巫女の中にすでに精霊の一部が存在しているからである。300年前、奨励の儀を直接司るべく、レナより精霊がレネギスに降臨した。儀式失敗に際し、その一部が切り離されて残留したものと推測される。イバラは精霊の一部？アルフェンの推測通りか。この精霊の断片は意志の核の断片であり、それ自体が精霊の再生の要となり得る。したがって、これがある限り精霊の意志を完全に消すことは困難である。
両者を融合させ完全な状態で打つことが必要だが、抑制のない巫女の外で行うことはただ精霊を強化することにしかならず論外である。そんな待て、ネウィリはレナス・アルマに精霊力の自己組織化を抑える力があり、イバラを中に移せば無力化できると言っていた。イバラと精霊の意志が同じだというなら、やはり有効なのではないか。どうなんだよ、おい。確かにレナス・アルマにはその機能があり、また容量的にも可能である。やった。だがこれは奨励の儀に匹敵する緻密な制御が求められる。奨励の儀はすでに一度失敗し、その際レナス・アルマは失われている。確実性の観点から容認できない。容認しなければどうなるというのだ。星船は復旧されない。お前たちはここを脱出できない。こいつだったらこのまま何もせずここで朽ち果てていけばいい。アルフェン、俺たちが何をしようとしくじればどのみち世界は破滅するんだ。それを見て満足だと言うならそうすればいい。何も得るものがないままでいいと言うなら、俺たちは破滅を止めたい、世界を救いたい。だがそれは誰かを犠牲にしてやるようなものじゃない。俺たちのやり方は俺たちで決める。安全なところからただ見ているというなら黙って見てろ。アルフェン、不合理である。不合理ではあるが要求を承認する。エブレクト、我は観察者である。王と巫女レナス・アルマは我が種族の文明が生んだ最高傑作である。それが我らを滅ぼした精霊にどこまで通じるか見届けたい。だけどレナス・アルマはどうするんだ。あんたの仲間がレネギスで持ち去っちまったんだ。ならばレナス・アルマは精霊の下でダナの精霊力を受ける触媒となっていると推測される。精霊を倒すための道具が精霊の元に行かなければ手に入らないのか。観測によれば精霊力構造の中心はレナの信用と重なっている。意志の核もそこにあるはずである。レナの信用、あの巨大な花のちょうど真ん中だね。もう一つ尋ねたい。レナの精霊はすでにレナそのものと一体化していると聞いた。もし精霊が意志を失えばどうなるのだ。支える意志が失われればレナ世界は崩壊が予測される。この場合でも精霊力は拡散し意志の再構成も困難となるはずである。それって爆発しなくても精霊を倒したら結局その場にいる私たちも危険ってこと。未検討だがおそらく崩壊は段階的でありそれまでの脱出が推奨される。さっきから聞いてれば曖昧なことばっかりだな。遠くから眺めているだけなんだ。仕方がないさ。レナに行く。星船を直してくれ。合意を歓迎する。だがそれは俺たち自身の大切なものを守るためだ。あんたに言われたからでもあんたのためにするのでもない。それは覚えておいてくれ。お前たちの動機には感知しない。星船の復旧作業を開始した。完了まで待機せよ。にしてもあのヘブレクトの野郎、もう少し分かりやすく話せねえもんか。小難しい話ばっかで頭の中が煮え。本当にレナス・アルマ以外に精霊に対抗する方法はないんだろうか。シオンが持っている火のマスターコアにも精霊力の組織化を抑制する機能はあるのだろう。それを使うことはできないだろうか。どうかしら。
精霊のすべてを収めきれるかどうか。カラグリアで炎の剣は修霊機一つ分の力を吸収してのけた。それでも厳しいと思うか。あの時は吸収した力をすぐ放出したでしょ。それでもあなたは瀕死になった。精霊の力は修霊機とは比較にならないほど大きいはずよ。仮にマスターコアが使えてもあなたの体が持たないわ。あのやたらと合理性にこだわるヘブレクトの35が触れなかった時点で、仮に可能であっても難しいと見るべきだろうな。そうか。まだレナ人がダナ人から出たという話のことを考えているのですか？私個人のことではないがね。レナ人全体の行く末の方ですね。元が同じだからといってダナ人がレナ人を恨まない理由にはなるまい。それでも向き合うつもりなのですね。死者ではなく聖者のために生きると大見え切ってしまった以上はな。隠居する日を夢見ながらせいぜい励むつもりだ。期待しています。そういう君からはレナ人を非難する言葉をついぞ聞いた覚えがなかったな。昔のこと今でも思い出したくない記憶はたくさんあります。レナ人というだけで憎んだこともありました。考えを変える最初のきっかけをくれたのはあなたですよ、ティオハリム。あなたの改革のおかげで初めてレナ人と奴隷としてではなく同僚として接する機会ができました。もちろん蔑みを隠そうともしないレナ人もいました。でもそういう人ばかりではないと知ることができたんです。それが始まりです。レナ人は人でした。良くも悪くもダナ人と同じです。人と人か。それが君の土台なのだな。はい。目の前の相手となら話し合います。そこから分かり合える可能性も出てきます。それをダナとかレナとか言い出した途端一人一人の顔が見えなくなるんです。言いたいことは分かる。だがレナにせよダナにせよその数はあまりに多い。その全てと友人になるのは現実的ではないのではないか。ある人と折り合えなくともその友人となら折り合えるかもしれません。そういう仕組みができるならそれは守るに値するものだと思います。支配による上下の関係でなく絆による横の関係か。それがこの戦いの先に君が見る明日の理想郷の姿なのだな。はい。兄への手向けにはなるでしょう。ですがあくまで明日生きる人のためです。あなたはレネギスに戻るのですか？どうやらレネギス自体にとどまり続けるのは難しそうだね。まずは住むところ探しから始めることになりそうだ。メナンシアのことを忘れていますよ。心に留めておこう。人手が足りないときは呼んでください。いつでもお手伝いします。キュオ、君は、いや、ありがとう、キサラ。よければこれからもよろしく頼む。私たちが同じ種族だったという話も結局のところ
私たちの間にある壁を一つ壊すことになるだけだと思いませんか？その発想はなかった。だがな、悪くない考え方だ。え？悪くありません。わざわざ呼び出したりなんかして話って何？まあ、精霊の話が本当ならいよいよこれから最後の戦いだろ。だから今のうちに謝っておきたくてよ。謝るって何を？ダナの意思のことであれこれ言っただろ。操ってるんじゃないかとかなんとか。自分が信じてるものを悪く言われたら誰だっていい気はしないよな。悪かった。ごめん。牢の心配は無理ないよ。形が見えないものが何かしてるかもしれないって言われたら誰だって気味悪いと思って当然だもん。リンウェルはそのダナの意志を信じているんだよな。やっぱり俺たちより強く感じ取れるからなのか。それもあるかもしれないけど、私は信じたがってるんだと思う。信じたがってる。私が自分の魔法使いの血を嫌ってたのは知ってるよね。ああ、そのせいでずっと隠れて暮らさなきゃならなかったんだよな。そう、ジルファを助けた時、そしてみんなと一緒に戦うようになった時、この力にも意味があったって思うようにはなったんだ。でもやっぱりそれは戦いの力でしかなくて、ダナの意志に触れた時、その大きさ、温かさに圧倒された。あの時思ったんだ、私の力はこれに触れるためにあったんじゃないかって。だからそのダナの意志が悪いものであってほしくないってことか。うん、わかった。ならもう何も言わねえよ。いいの？どうせ俺には確かめようがないんだ。だったら信じたいように信じるだけだ。あのね、精霊の意志もここまでは届かないって言ったよね。もう本当は少しだけ感じるんだ、ロウやアルフェン、みんなの中に。どういうことだ？ここに来て気づいたの。意志なんて呼べないほどかすか、本当にかすかだけど、多分ダナのもの全てがそうなんだと思う。俺たち一人一人にダナの意志が少しずつ。それって俺たちがダナの意志ってことか？え？だってそうなるだろ。集まらなきゃダナに意志なんてないんだ。だったらそのかけらである俺たちがダナの意志だってことだろ。そうなのかな。ヘブレクトの35ならわかるのかもな。けどいいや、俺の意志は俺のもの。それで守りたいものを守る。俺はそう信じる。ありがとうな、隠さないでいてくれて。ロウ、あのさ、俺がダナの意志が怪しいとか言ってたの、本当はなんだかお前が遠くなった気がしただけで。なんでもねえ、今のなしだ。え、何、どういうこと？だからなんでもねえって。何よ、この流れで隠し事するわけ？いや、そういうんじゃねえって。じゃあ言いなさいよ。
休まなくていいの？いろんなことがありすぎて落ち着かなくてな。それにいよいよ決戦が近いと思うと。シオンこそいいのか？私もなんだか落ち着かなくて。ダナデのスルドたち相手の戦いから始まって随分遠くまで来たもんだよな、俺たち。そうね、たくさんの出会い、戦い、本当にいろんなことがあった。もしシオンと出会ってなかったら、俺はみんなとも出会わず、炎の剣を手にすることもなく、記憶も顔もない奴隷のまま、とっくにのたれ死んでいたかもしれない。一つ約束してほしいの。なんだ？もしレナス・アルマが見つからなかった時のこと、レナの精霊を確実に倒すには、精霊そのものとその一部であるイバラの両方を倒さなければならない。だから約束して、もしレナス・アルマが見つからなかった時は、炎の剣で私ごと精霊を焼き払うって。え？炎の剣にはレナス・アルマほどの力はない。それでもスルドたちに打ち勝ってきたあの力なら、一か八かをかけてみる価値はあるはずよ。本気で言ってるのか？これまで何のために？聞いて、これは私たちだけの問題じゃない。世界のレナとダナ、大勢の人々に関わる問題。この先どんなことが起きるかわからない。だからその時迷わないようにしておきたいの。もちろん死ぬつもりはないわ。そうならないために必死で戦う覚悟よ。ただあなたにも同じ覚悟でいてほしいの。わかった。だけど最後の最後になっても俺は絶対に諦めない。何があってもだ。その俺の勝手も許してほしい。アルフェ、分かった。あなたの勝手を許すわ。ありがとう。これでお合子かしら？ああ、お合子だ。あなたが初めて私に触れた時、ん？茨のせいで私は人のぬくもりを知らずに育った。恐る恐る私に触れた後で人の目に浮かぶのは恐怖だけ。なのにあなたは無造作に私に触れて何の反応も見せなかった。私がどれほど驚いたか想像できる？あの頃は痛覚がなかったからな。痛みが戻ってもあなたは私に触れた。何より私の心に触れてくれた。
なたが痛みに耐える顔は痛くない。それももうすぐ終わるさ。本当に？それはだって俺も。その続き、茨のいないところで聞かせてもらうわ。ああ、わかった。みんな、十分休めたか？うん、いよいよだね。これ以上ここでじっとしてられないぜ。レナに降り立ち、精霊を倒す。そして総世界に安定を取り戻す。実に単純だ。ダナとレナの新しい未来のために。ええ、必ず守りましょう、私たちの生きる世界を。行こう。これが最後の壁だ。星筆の復旧が完了した。全て正常。ヘブレクトの35、ここが見えるのか？ダイクファイゾルの中ならどこであろうと可能である。覗き趣味かよ。だがこの小さな領地に縛り付けられている、その点は同情すべきかもしれないぞ。星船の機能制限を解除した。これにより転移機能が使用可能である。転移機能？それって赤い女たちが使った？外から船の機能を無理やり使ったのかもしれん。連中がヘルガイム切るならあり得る話だ。これにより接近を察知されることなく直接レナに乗り込めるはずである。またはずく。ただレナそのものから生じる力場の影響により、星筆は地表までしか行くことができない。注意せよ。あの殻に見えた部分から自分の足で侵入しろということか。承知した。地表からあの花まで降りていくのか？精霊を倒せばあんたの仲間も元に戻るんじゃないのか？精霊にたどり着く前に戦うことになりそうだな。ヘルガイム・キルはすでに種として存続不能である。故に我が種族の救済のために元の聖秘を危険にさらすことは不合理である。分かった。不合理不合理ってそれしか言うことないのかよ。もっと励ますとかあるだろう。行きましょう、ティオ。あ、今。はいはい、早く行く。最後に一つ尋ねたい。なんだ？お前の王としての識別番号は明らかにお前が限界寿命を超えていることを示している。巫女には識別番号すらなく、そもそも計画から排除されたはずである。お前たちが存在存続している理由が知りたい。俺たちがここにいるのは、大勢の人々が諦めず思いをつないだおかげだ。複数の構造の相互作用の結果というものが確率的に不合理。そのような不確実性の中で戦い続ける理由は何だ？傍観者であり続けようとするあんたには理解できないかもな。よし、パルナイス号に戻ろう。我らのヘルガイム・キルドの約束を守ったと見えるな。行きましょう。
出ない。ああ、例の転移機能とやらを試してみよう。かしくも妙な感じの海が広がってるだけだ。これがヘルガイム・キルの故郷なのか。精霊力を全然感じない。死んでるよこの世界。これは全て虚水だ。まさかこの海が全部、世界全部を覆うほどの巨水？それって、レナの精霊がこの世界の精霊力を取り尽くしちゃったんだ。それでダナを。美しいが死の世界か。きっと昔はダナと変わらない世界だったんだと思う。でも長い間精霊が精霊力を取り込み続けたせいでこんなになっちゃったんだよ。生き物だけでなく大地や海、あらゆるものから奪い続けたのか。ヘルガイム・キルは自分たちの世界がこんな風になるまで精霊に仕えさせられ続けたのね。それどころか今も自分の世界を食い尽くした挙句、今度は私たちの世界を食らおうとしているのだな。止めない限りダナもこうなっちまうのか。そして最後にはこのレナのかろうじて残っている部分さえなくなるのかもしれない。ああ、それがシオンやネビリの見た破滅なんだ。あそこから降りられそうだ。行ってみよう。これがレナ。全てがここから始まったっていうのに死の世界だな。ダナまでこうはさせない。させてたまるか。見渡す限りの巨水の海。これ落ちたらどうなるんだ。どうってやっぱり溺れるのかな。言われてみれば試みた話は聞いた覚えがない。栄えある先陣を切ってみるかね。遠慮しときます。ここはいわばレナそのものの墓場だ。死者の眠りをかき乱す真似は賛成できないぞ、ロウ。いや、俺何も言ってないけど。そうね、興味を持つのは悪いことではないけど礼節はわきまえるべきだわ。とりあえず怒られるみたいだね。また落ちてすらいねえよ。王と巫女の力で精霊をレナス・アルマに封じるとは言うけどな、実際どうやるんだ。確かに奨励の儀そのままというわけにはいかないはずだな。精霊力を操るのは300年前に経験済みだ。シオンも茨を抑え込んできた経験がある。問題は相手が強いだけでなく意志を持った存在だってことだ。
間違ってもされるがままってことはないだろう。あらかじめ弱らせる必要があるということね、精霊を。暴走した時の茨はこちらが干渉できるほどだった。その本体ともなれば密度ははるかに上だろう。よく言えば私たちの方からも攻撃できるってことだね。それで一時的にでも力を分散させられれば。弱らせてその隙にレナス・アルマを奪い取って、でもってそれに封じ込めるってか。難問だらけだけど腹くくるっきゃねえか。全てうまくいったとして、なあ、いったとしてだぜ。この先どんな世界になるかか。なあ、やっぱ何もかも今と違っちまうのかな。間違いなく多くのことが変わるだろう。むしろそれが上辺だけにとどまらないかが心配だ。どういうこと？レナがダナを支配するのが終わってもその逆が始まっては意味がない。それってダナがダナをでもだよね。レナ、ダナ、精霊術、魔法使い、我々が己と他とを隔てる名目には事欠かない。そういうものが全部ちょっと手先が器用とか楽器が上手というのと同じになればいいのに。違いとしてではなく特徴として。力を持つ者がその範を示し続ければ皆習おう。そしてあるいはいつの日か示す者がいなくなってもそれが当たり前になる。だったら私たちが示そうよ。魔法使いや精霊術使いが当たり前のように人のために力を使う世界になるようにって。リンウェル、そうね、それがこれからの私たちの務めね。もう赤い女のふりをする必要もないってか。待て、言葉はわかるか。ダメだ、こちらの言葉は届いていない。やはり操られて。やるしかないのか。向こうは手加減なしだ。本気でやらねば危うい。リブランカー、いかがめ。リブランカー、どうしろ。いや、どうしろ。暴発せえ。はい、ガミに救いなさい。ここが危ない。暴発せえ。やらせない。ファーストインフォロー。今のショックだ。まとめて相手も術を使うか。そっちは私に任せて。氷の槍よ。魔人剣砲が。
バラバラにしてやる。フリーズラッシュ。全然くる。グーで離れなよ。こりゃ行って。ふざけろ。アルフェン、あいつらのやったことは許せない。だが自分が何のために戦っているかもわからないまま死んでいくなんて、ダナの奴隷と何が違うって言うんだ。だが我々がここで止まれば被害がさらに広がる。辛いことだ。ああ分かっている。悔しいが悩むのはこれが最後だ。また襲ってくるのかな。迷えばやられる。覚悟を決めよう。油断しないで。言われなくても。後発入れ。攻防を一回止める。あばれ。ぜひ彼女が今倒せるかな。次我が術で貴様の瞬足を封じよう。いや、しばらく行った方が正しい。いいから早くして。またやったら任せろって。撃った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 。氷の槍を。フリーズ。魔人剣。白身を奪った。危ない。危ない。蒸発しろ。生き残ったら蒸発する。前に攻防をやるだと。インテリア攻撃。攻撃。真空攻撃。傷を治すわ。止める。ファーストエイド。総発入れ。メッコン旋風ガン。お腹の炎が。治癒の力。ファーストエイド。全力でいけ。どうにか倒せた。巨水の下はまだ地面があるのかと思ったら、何もかも人工物なんだな。ヘルガイムキルの遺産だろう。元の大地はほとんど残っていないようだ。これが世界の中心まで続いているの？ものすごい規模だよ。レネギスを作っただけのことはあるってことか。これほどのものを作る力があったのに、全て精霊のためでしかなかったのだな。いや、むしろこれほどのものが作れたばっかりにか。ヘルガイムキルたちがいるということは、やはりここは彼らの世界なんですね。真のレナの民、それが今では精霊の傀儡か。成し遂げた技の高さを思えば偉大と呼ばれるにもふさわしかったろうに。分かり合う道もあったのでしょうか。もし違う出会い方をしていたなら。我々のようにかね。何とも言えんな。こちらを同等の存在とみなしたかどうかもわからん。それでも可能性はあったかもしれません。レナの精霊がそれを閉ざしたんです。君といい、アルフェンといい、物事の望ましい面を信じたがる傾向が強いな。愚かと思いますか。いや、むしろ核ありたいと思う。悲劇の後にはそれが必要だ。それにしてもなんて巨大さだ。これがヘルガイムキルの技術力なんだな。この300年、いや、それ以前からでも。ダナやレナでこれを見た者はいるんだろうか。少なくともこの300年の間に見たのは私たちが初めてでしょうね。確かにすごい技術だけど、こんな時でも感心してられるなんて、くずく呆れた人ね。すごいってのはわかるけどよ、この道はどこまで続くんだ。どこまでって、星の中心まででしょ。それってとんでもない距離なんじゃねえのか。こうもっとパッと移動する方法とかないのかよ。確かに、これだけの技術を持っていたヘルガイムキルたちがいちいち長い距離を歩いたとも思えないな。きっと何かあるはずだ。見つけたら試してみよう。あいつらの機械を使うのか。ゾッとしねえな。技術に敵味方はないし、便利なら使わない手はないさ。こういう人よ。言っても仕方ないわ、ロー。
部屋全体が昇降機のようだ。そこの装置で。レナ人がヘルガイムキルみたいに直接心を操られてないのって元がダナ人だったからなのかな。かもな。だとしたら皮肉な話だが。皮肉？レナ人はダナ人にひどいことをたくさんした。だがそれは彼らが操られてしたことじゃなかった。そのレナ人も元を正せばダナ人だった。悪の出所は精霊ではなく私たち自身の中ということか。でもよ、心が自由だったからシオンとデュオハリムは俺たちと一緒に戦うことができたんだ。だからこそメナンシエや他の場所でもただ憎しみ合うんじゃない関係を作ることができた。だろ？ローの言う通りだな。俺たちは物事のいい面に目を向けるべきだ。うん、きっと希望はそこにあるよ。ほろろろー。なんだって？間違いないって。なんだ、どっから湧いてきやがった。考えるのは後、集中しなさい。暴発入れ、攻める。入れろ。まだまだ。下げろ。炎を回って一本引き攻める。逃げたをな。目なくなる。こうも飛び回られてはな。バブリしないで私にして。ああ、スライズする仲間を頼る。しよう。バッテンス。やった。ああ、いい動きだった。私に任せて。姫様へ。来たぞ。増援だ。邪魔はさせないよ。ディオハリム。姫様へ。来るなら来い。私に任せて。かける。光よ。下げろ。メディカロス。毎日裏に隠れぎよ。外さないわ。暴発入れ。ミノルの速攻。これ引き回る。ロッケンさん。いない役は。下げろ。片付ける。真空投影陣。味方強い。攻撃。先陣剣。暴発入れ。ウーグルが出てきます。落ち着いて入ってなさい。ユーグル。真空戦。何か間違えてたのよ。だがこの先の戦況は変わりに油断するなってことだね。決めて。しよう。バッテンス。今だ。やっと優勢陣。何を言わせてくれ。極端に当たれ。やらない。引き払い。暴発入れ。ではこのまま逃れなくて。
その調子で頼む。どっちも調子を上げろよ。分かっているか。どんなに攻めるのね。守るだけで未来を見つめないといいよ。行って。ふざけろ。こっちの技くれ。カリエ打ち抜いてやろう。決めて。そうだ。変更か。まだまだ上を目指す。こんな環境ロナガ、まだ生き物がいるのか。レナ世界の生き物なのでしょうか。それともズーグル、どちらにせよ危険であることに変わりなさそうだ。気をつけて。あのだ、面倒そうな相手ね。来るなら来い。蒸発しろ。蒸発入れ。マイスやれるぞ。総発戦、空を飛ぶやつか。私なら動ける。その次に分かった。まだ使用抜戦戦やった。ああ、いい動きだ。力でいけそうだ。決めて。使用抜戦戦いけつくわ。技くれ。やりすぎだ。これくらいがちょうどいい。今だよ。よっ、いって。ふざけろ。まだまだ上を目指す。やっと
決めて。リムル、こっち。ハンマー。やったね。リムルのおかげだ。電池を差し込むは乱れない。任せて。蒸発しろ。真空超越力。宿りで。波動。おかげでまだ戦いそうだ。前線はそのまま。任せておけ。我々には厳しすぎないか。レナ人のだけでなく金量ともあまり似てないな。こちらが本来のヘルガイム・キルの様式なのか、それとも逆なのか。俺たちで石造りと木造の違いとか。面白い視点だ。いつかヘブレクトに尋ねてみる。
任せたまえ。
戦いが楽になる。封じてやろう。
になりそうだ。みんな腹は減っていないか。マグナレ、インテリーカの出陣剣、
炎よ、どうするの、どこまでだ、敵軍の光の影に乗ろうと、こっちの番だ、来ないのか、なる天砲が、こちらから、この音で、出会え、総発へ、緑の鉄の表面地下に、どうする、インテリーはぁ、上半身よ、攻撃に巻き込む、左の槍を立てたに近づき、振り抜け、ここは極めて、状態を果てるわ、サビ狂う一戦の影、ハートレスサークル、うまい、このまとめて、そうだ、こいつ、ね、突っ込んでくるぞ、それを止めるためにこの先まとめて片付ける、はっ、成功、拡大壁、治癒の首を突き止めよ、使用バッテンジ、確実についてる、なんか機嫌いいな、任せておけ、治癒の攻める、
全力でいけそうだ。後半セイラーやれるぞ。何か食らったようだ。一旦下がった方がいい。踏みとどまる。今だ。つかめ。やっ、絡めとる。真空超エンジン。炎がまとめて片付ける。はあ、成功。カッパイ壁激走となる。出血の一件サンキー。熱中戦いった。やった。大発が女の子に向かって。インテリーカープで炎をまとめ全力で行くぞ。チームカッパイ壁ほら前の一本だ。まだまだ上を目指す。保存状態はいいが、全て死んでいる。死体？墓場なのか、ここは。墓にしては。それにヘルガイムキルではない。ヘルガイムキルがダナ人を作り変えてレナ人としてレネギスに住まわせたとすれば、どこかにその処置を行った場所があったはずだ。ここがそうだと言うんですか。じゃあここにいるのは皆ダナ人、いやレナ人なのか。おそらくな。それが何らかの理由で放棄されたのだろう。こんなに大勢連れ去られて、そのまま目覚めることもできずに。先に進めそうにないわ。気をつけろ、でかいぞ。何？なんでこんなのがいるの？なんか普通じゃないぞ。この追撃、何を仕掛けてくるかわからない。油断するな。絶対に任せてくれ。やらせない。死んじゃそう。真空超エンジン、魔人剣トーガー。叩くなら体勢を崩させねばな。まずは真ん中のやつに仕掛けましょう。やっと俺の真骨じゃ。総発射！炎よ、ゴーエンジン！まとめて完成するわよ。諦めて！ハートレスサークル！ジベタをやめなさい。次！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 はずかないわ！次！次！古来は、ナミスの精鋭だ！総発射！ジベット！風邪
今のやつは何だったんだ。ここで作られて放棄されたものがそのまま生き延びていたとかでしょうけど、確かめようがないわね。どうしたんです？いや、ふとスルドブリガで誕生したはずの王たちはどうなったのかと思ってね。どういう意味だ？スルドブリガで勝者となるのはいずれも強力な精霊術使いだ。そしてさっきの敵には複数の人体を思わせる形状があった。明らかに自然のものではない。あれが勝者の慣れの果て？それがそのままずっと忘れられていたの？あるいはの話だがね。あんなことをどれだけ繰り返してきたんだ。ヘルガイムキルはレナの精霊がそれをさせたんだ。
ただ精霊力を得るだけのために。もう降ってこないよね。そう願いたいな。ああ、ヒョウハリムの話を聞いたら何とも言えない。ズーグルも作られた存在だって話だったけど、ヘルガイム・キルならさもありなんて感じだな。ここに来てから出くわしている連中も少し変わっているが、やはりズーグルなのだろうな。もともといた生き物を改造して作られたんだよな。ああ、だがこの有様ではレナの生き物はもはやズーグルしか残ってなさそうだ。レナのフクロウだっていたかもしれないのにね。はあ、